デマでは役ねば We Promise 黒です。というわけで今日は新たな試みをやっていこうと思うんですけど、まずこちら何の画面か皆様お分かりでしょう。今話題の集まれ動物の森でございます。今日の動画はですね、集まれ動物の森をやってる方はもちろん、やってない方も楽しめる動画になってると思います。なぜなら本日は約束のネバーランドの世界観を完全再現した島に遊びに行かせていただきます。約束のネバーランドが好きなら必ず楽しめる動画になってると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。いや、めっちゃ緊張するんだけど、なんかゲーム実況とか生まれて初めてなので温かい目で見てください。というわけで今日はともさんという方のネバー島へ遊びに行かせていただこうと思います。夕方が一番綺麗に見えるということなので、この時間に設定してもらいました。こんな感じか。おお、エマちゃんが手を振ってますね。もう格好がエマちゃんですね。まずは挨拶から、というかもうミネルヴァさんの、もうあるじゃないか、ミネルヴァさんのが。もうこの時点で、すでに役ネバの雰囲気が漂ってきますよね。こちらこそ、よろしくお願いします。プレゼントがね、あるみたいなので、これを着替えてほしいっていうことでしたね。開ける。お、これはもう、なんか、白いんですけど。これは、すごいね。もうこの時点でテンションすごく上がってますよ、私。いやー、これもう、これもニット帽いらないね。メガネもいらないね。すごい、食用時風コーデですと。ありがとうございます。というわけで、まずはどこから、左上のグレイスフィールドハウスから回るのが、良いかと。なるほど。じゃあ、グレイスフィールドハウスへ早速向かいましょう。うわー、すごい。すごくないですか、これ。もう囲まれてますからね。すごい、もうはしごがないと入れないような仕組みになっておりますね。すごい、まさにグレイスフィールドハウス。うーわ、もう井戸の再現だったり、レイがね、本を読んでる場所だったりとか、うわー、もうめちゃめちゃ再現されてますね。洗濯物だったり。すごい。井戸、裏庭の秘密ということで、裏庭にね、置いたのかなとも思うんですけども、こっちのね、井戸も、ここには物資が、脱獄の時の物資が、入れてあった井戸を再現してるのかなと思います。すごいです。まずはグレイスフィードハウスにお邪魔したいと思います。うわぁ、すごいよ。もう食堂ができてますね。始まりそうだもんね。テンション上がる、これは。俺も座ろう。すごい、エマちゃんマイナンバーありますよ。631944 が、すごい、これグレイスフィードハウスだ。そしたら次、左の部屋に行ってみましょうか。うわ、すごい！もうこれ図書室ですよね、おそらく。すごい、一面本だらけ。しかもこの本見てください。蝶々。グレイスフィードハウスでもね、クローネが蝶の扉とかもありましたけれども、すごい。一面本ですね。グレイスフィードハウスのあの本棚、図書室を再現してるかなと思います。すごい。これはテンション上がる。すごい。勉強しております。エマちゃん。すごい、食用時風だ。次へじゃあ行きましょうか。いや、本当にすごいね。次はじゃあ、正面に行ってみましょう。うわー、ここはテストルームですね、おそらく。すごい。めちゃめちゃ再現されてる。座りましょう。ここで、デュ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 。出てるて、出るて、出って、テストを受けてたとこですね。うわ、すごい、これは。再現がもうテンション上がるわ、これ。すごい。次行きましょうか。
あー、ここはもう子供部屋でしょ。すごい、チェスまで再現されてる。すごい。しかもこの塗り絵とかも絶対ね、4巻のカバー下にも絵の具とかあったので、そういうのもおそらく再現してるんじゃないかなと思います。すごい、こんなに再現できるんだ。全然なんか自分の島がポンコツに思えてきました。そしたら次はじゃあ2階へ行ってみましょう。うーわ、もうこれはもうあそこですよね。子供たちの寝る部屋ですよね。すごい。うわー、すごい再現。シャワールームがあったりとか、すごいですね。壁にはもう白シャツがぶら下がっております。うわ、すごい、こんなに再現できるんだ。すげー、再現度が高すぎる。こんなにできるんだ、動物の森って。夢がありますね、これは。そしたら次は地下に行ってみましょう。うわ、本当にここ歩いてるとグレイスフィールドハウスの中を散歩してるような感じですよね。うわ、ここはまさか、ここはまさか。いやー、すごい。これはイザベラの部屋ですね、きっと。しかもね、このぬいぐるみたち、過去に出ていた子供たちの人形とかをイザベラのこの隠し部屋には置いてるんですけども、それをね、おそらく再現してる感じでしょう。このパーテーション作ったこの区切り方、センスありすぎる。しかもね、この本棚の間に裏部屋っていけるんですけども、それも再現しています。人んち見るな。すごいな、こんなにできるんだ、再現。ここはグレイスフィールドハウスの中で一番気に入ってます。いや、すごい。ここはこんな感じがグレイスフィールドハウスでございました。めちゃめちゃ素晴らしい。うわ、ヤクネバ愛がもう伝わってきますわ、本当に。すごいね。うわー、めちゃめちゃテンション上がる、これは。ここもね、あえて雑草をたくさん生やしたりしてるんでしょうか。うわー、すごい、いろいろと寝れるってすごい。ここはもうあれじゃん、もうあの旅の中の森を再現してる気がします。ここは聞いてみましょう。これは外の森ですか。そうですと。やっぱりすごいね、素晴らしい。あえてね、雑草も生やしてるのかなと思いますね。すごい。これ雑草ですよね。雑草じゃなかったら非常に申し訳ないんですけど。いや、これはもうあえてでしょうね、こんだけ生えてるのは。あ、すごい、動物たちがいる。すごい、これはあれじゃないですか。え、これもしかして、ゴールディーポンドのエマの斧再現ですかね。でしょうか。違うかもしれない。あ、狩りか。ここはサンジに狩りを教わったシーンみたいです。そっちですね。次のおすすめスポットありますか。いや、もうここの上に登ってもらえるとって、もうこれはね、もう見ただけでもう分かりますよ。これこれはすごい。クビティダラですね、これは。すごい、こんなに再現できるの。こんなに再現できるの、すごすぎる。これクビティダラですよね、おそらく。クビティダラ、すごい。ちゃんとね、目の形になってるんですよ。見てください、この目の形の再現性。すごいな、こんなにできるんだ。夢が広がりますね。いや、こんな島に住みたいよ。ここでエマがね、ペンダントを持ってたから、あの方の幻想というか、あの方を見れて、次はおいでよ入り口からって言われたところですね。じゃあ次へ行ってみましょうか。すごい、もうこれはね、もう皆さん見てわかるでしょう。これ寺院ですよね。この寺院の天井に7つの壁に行くためのヒントがね、いろいろ書かれてて、昼と夜だったり、月、美だ、金の水、いろいろ書かれてました。すごい再現性。すごい。こんなに再現できるんだね。ジーン、これはヤクネバファンテンション上がりますね。すごい、この家の作りは砂漠の下にあるっていうことで、地下をおそらくイメージしてるんでしょうね。ここのマンホールがですね、おそらくこれは B063 にシェルターをイメージしてるのではないのでしょうか。聞いてみましょう。シェルターの入り口、素晴らしい、この再現性。このね、地下の下に
家をちゃんとこう作って、ここの中に入るとこの中に行けるような仕組みになってますよね。素晴らしい、この作り込み具合。入ってみましょう。うわ、ここはもう B063 にしてるった。まさにここあれですよ。子供たちが座って、あだ名をつけられてた場所ですよ、おそらく。すごーい。ここでね、触覚チビとか、僕だったら何でしょうね、金髪ボーイかな。というわけで、一休みしましょうか。あれ、エマがゴロゴロ、ゴロゴロしております。ゴロゴロ。あらららら。いや、まだゴロゴロしてるよ。この後ろには、本来原作であれば武器庫が、この後ろに隠されてるんですけれども、こちらには何があるんでしょうか。そこもまさか再現してる？わー、すごい！すごい、これは！これはあの部屋ですね。ユーゴの部屋、すごい、ヘルプが再現されてます。すごすぎる、これは。再現度高すぎて。すごーい。いや、この、地面に落ちた紙の散らばった感じとか、段ボールとか、壁一面のヘルプとか、密漁者っていう文字、もうまさにユーゴの部屋。すごすぎる、これは。すごーい。こんなに再現できるんだ、ヘルプとか。そしたら次は奥の部屋見てみましょう。すごい。ここはもうあの子供たちが久しぶりにお風呂に入った部屋でしょう。シャワーを浴びて。久しぶりのお風呂だってすごいテンション上がってたところだ。すごーい。すごーい。ここでお風呂に入ってすっきりと。着替えとかもちゃんとあったり。そしたら次は右の部屋へ行ってみましょう。何があるんでしょうか、右の部屋には。うわー、ここは、荷物置きの場所かな。すごーい。うわ、なんかシェルター感がすごいあるんだよな。うわ、なんかシェルターにありそうだもんな。すごい。うわ、これテンション上がるな。てかよくこんな、この島住みたいな、エマちゃん。そしたら2階へ行ってみましょう。うわ、すごい、この再現。この再現すごくないですか。そしてこのカップ。エア茶。モニタールームすごすぎる。ちょっと座っちゃいましょうか。ユーゴのポジション。うわ、これすごい。クッキーの家具欲しいです。すごい。こんなの見れて嬉しいな。そしたら地下へ行ってみましょう。すごい、これは、地下にあった畑を再現してる。うわ、てか、これすごいね、この照明っていうか。すーごーい。すごすぎる、これは。圧巻。すごーい。畑を再現してますね。すごいよね、もうこんな感じだもんな。どうやってこの、デコボコ。あ、できんのかな、このデコボコ。すごい。いや、B063 にシェルターもすごい再現度でした。次は、ここは何だろうな。ん？なんかここに売りに来てるけれども。すごい、ここは、低木とか木が植わってますね。なんか自然が結構、生い茂ってるような感じの。作りになっております。失礼します。うわ、ここはボスの部屋でしょうか。やっぱりそうみたいです。すごい。ここで長かった、ようやく会えたねって。ここ座りたいな。これ座りたい。うお、こ
ボスですね、これまさに。すごい、世界は今どうなってるっていう感じの地図もあります。すごい、感激というか、これすごいな、すごすぎて感動してます。ここはもうすっごこれはもう実験してるような感じですね。顔、Y の顔。ヴィンセントの実験室ですかね。それか、鬼を研究してたところ。素晴らしすぎる。アジトの中の再現素晴らしかったです。ここは、いや、このレンガ調の作り、音楽鳴ってる。やばい、隠れないと。すごい、このちゃんとゴールディーポンドのルールズ、ミュージック、モンスター、サバイブ、完全再現。すごい、マイデザインで活用してますね。うわー、このレンガ調とか噴水とかゴールディーポンドっぽいこの作り、こんなできるんだね、すごい。お邪魔します。あー、ここはもう皆さん、これわかりますか？これはまさに、金の水。あれ、エマちゃん、どうしました？あれ、なんかエマちゃんが突然回り出した。どうしてしまったんでしょうか？すごすぎる、これは。あ、ミスター、違う。リアクション間違い、これ困るな。エレベーターのこの再現の仕方がすごい。すごい。こんなにできるんだね。すごい、まさにエレベーターだ。素晴らしかったです。うわ、ここはもうアジトだ。アジト。ここはもうあのセリフを言うしかない。僕の推しのセリフを。俺たちの手でこの仮庭を終わらせるためだ。オリバー推しです。すごい。もう本当にアジトって感じ。あ、ルーカス・ユーゴが好きなんですね。エピソードだけ。ユーゴっぽい住民いるんですか？素晴らしい。うーわ、これ。これはもう雰囲気出てる。すごい。うわ、すごい。こんな雰囲気寄せれるんだ。こんな雰囲気寄せれるの天才ちょっとバイオン教の名言言っときましょうか名言でも何でもないけどね。すごすぎる、この空間。すごい、こんなできるんだ。お、お前はちゃちゃまるお前呼ぶなここはですね、何やら肉がたくさん並んでる感じですね。もしかしてここは鬼の世界の肉のこの市場をもしかしたらイメージしてるのかもしれないですよね。なんか瓶に入った肉とかもありますからね。あ、そんなイメージです。やっぱりすごいですね、鬼の世界の方まで再現されてるっていう。はい、というわけでこんな感じで一通りネバー島見れたかなと思うんですけども、ここまで約束のネバーランドを再現していて、めちゃくちゃすごかったです。っていうか、集まれ動物の森の可能性を感じましたね。いやー、トモさんの島、ヤクネバ好きにとってめちゃくちゃ幸せな空間でございました。そして実は今日からなんと約束のネバーランドとドラゴンエッグっていうスマホゲームの
コラボが今日から開始されます。というわけでこれを機にヤクネバのコラボゲームを実況もしていきたいなと思っておりますので、ゲーム実況チャンネルを開設いたしました。ゲーム実況は初心者なのですが、ヤクネバ愛は負けないということで、そのゲーム挑戦してみようと思いますので、気になる方は概要欄コメント欄からそのチャンネル飛んでみてください。というわけで今日は素晴らしいヤクネバの世界観をともさん、ありがとうございました。僕もめちゃめちゃ楽しめました。というわけで今日芝訪問させていただいたともさんのツイッター概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆様ツイッターチェックしてみてください。ヤクネバ最高。では見てくれたみんなありがとう、チャンネル登録してね、ツイッターとインスタもやってるよ、フォローしてね、また見に来てね。